Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. Hi everyone, once again, welcome back to Cafe Scotty. こんにちは、皆さん。そうですね。逆に日本語だと難しいんですが、カフェスコッティっていうブログをずっと英語でやってまして、まあ、ほとんど消しちゃったりプライベートモードにしちゃったんですが、昨年ちょっとしてました。で、今回、日本語と英語両方のバージョンを作ることにして、まあ、内容とかちょっとしたニュアンスとか話の内容とか変わってくるんですが、今回からたまに日本語バージョンもアップロードしたいと思います。いろんな話題について触れたいと思いますが、僕自身、別に帰国子女とかではなくて、まあ、チャンスがあったことには感謝すごくしてるんですけど、人生経験になったので、5回ほど短期ですがアメリカに行ってまして、特にニューヨークはセカンドホームタウンって感じで、僕の他の第二の故郷みたいな感じです。で現在は日本に戻ってますが、まあ、日本からいろんな海外の話題とか発信していけたらと思います。また日々思うことを語っていけたらと思います。まあ、よろしくお願いします。英語で喋ることの方が実は下手なんですけど得意だったりして、気持ちを表すのが日本語だと難しかったり、あとこのカフェスコッチっていうのが英語で慣れてるので、ちょっとカメラに日本語で話すのが逆にちょっと慣れないんですけれども、これからやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた。 Well, thanks for checking this out. I really appreciate about that a lot. Hope you guys have a wonderful evening and talk to you soon. See you later. Bye.